で、今日僕、アッキーさんと話したいテーマがあって、来たんですけど、今、ジブリで、君たちはどう生きるかっていう映画があって、アカデミー賞にノミネートされたらしいんですよ。おお、さすがですね。ね、さすが、ジブリ。で、もちろん、ケンケンは見て、あれでしょ？感じてることはあるんだね。見てないです。あ、僕も見てないんですあよ。のタイトルにすごく惹かれたっていう、っていうこともあって、いや、どう生きたらいいのかというところを、ちょっと、いい人になったらどういうふうに考えてるとか、どういうふうに感じてるのかなっていうのをちょっと聞きたかったんですよね。どうですか。そうですね。人生まずね、今47年、今年ね、48になるけども、振り返ってみると、本当に、局面で言うと、大きく分けると2つかなと思ってて、今の段階に至るまでという、本当にもう何年だ、人生の40、本当に3、4年かけてかな、がまず前半戦。長いっすね、前半。前半長かったね。長かった。で、ようやく、ね、いわゆるコロナ禍に入った時って、スピリチュアル界隈とかではよく風の時代って言ってますけど、本当に僕はそのタイミングに合わせて、今の後半戦というかね、ステージにあるなっていう気はしてて、で、それはさらにもっと細かく見ていけば、いくらでもサイクルはあるんだけど、もう、大きな振り子で言うと、本当に、ブーンって動いてったものが、まあ、2020年から21年にかけて、反対側に触れてる。というぐらい、大きな変化をしたと思うんですね。じゃあ、どんな、そこに変化があったかっていうと、まず、ひたすらにこう自分っていうものを見てったような気がするんですよ。それは、良くも悪くも自分を見てたということです。自分でそれこそ自分自身にジャッジをしてたし、当然、相手に対してもそれをしてしまうようなね、そういう生き方だったと思うんですね。それは、どうしてもこう自分自身で自分を裏切るとか。それこそ、人によっては暗黒時代というような、自分のダークサイドをね、見ていくような、そういう瞬間もあったりして。で、もうあがきにあがいて、で、ようやくそのシフトするところまで来たなと。いうところでガラッと変わって、で、まさにそのね、変わり始めて、そこを本当に今までとは違う視点でね、見てるという段階なんですよ。で、これはね、本当に人それぞれだと思うんですよ。いくつで切り替わるからとか、もしかしたら、ずっとある同じ方向性で生きていく人もいると思うんで、どれが正解とかじゃなくて、ある程度の人生プランみたいのは、多分生まれる前にはもう組み立ててるだろうから、ちょうど僕はそれがね、本当に風の時代って入るところに合うようにね、仕上げていったのかなっていう気はしますよね。なんかこう、例えば今のこう生まれた段階でというか、まあ、生まれる前からその、まあ、計画としてこう決まってるみたいなのがあると思うんですけど、今までのそのいわゆる前半戦っていうのは、準備期間だったんだなっていうこう感触っていうのは、今になったらありますか？
そうですね。必要なものはすべて手に入れてきた。かっこいいな。アニメとかでよく言うようなセリフがかっこいいですね。や、もうそう言わないと、納得できないぐらいの人生だった気がするんで。うん、いや、濃かったね。振り返ればもうすごく濃かったんですね。いや、濃かったですね。まあ、だからこそ、今逆に振りやすいというか、もういいでしょって、もうやったでしょと。うん。では、僕らはね、オステオパシーという学術を学んでいるからこそ、まあ、いろんな視点というのを持ちやすいんだけども、よく言うその魂の視点とか、ね、それよりも高次の視点っていうところに、本当にシフトしてる。タイミングだと思うんですね。うん。だから逆に言うと、こういう視点に出会うまでっていう時間が、ケンケンなんかに比べるとね、僕なんかはもう、とても後先というか、いう感じなので、まあむしろケンケンなんかもうね、もう切り替わっちゃってるかもしれないしね。いやでも去年1年が多分僕は本当その切り替わるタイミングだったのかなって思いますし、今まで本当にもう何も考えないで本当に生きてきたんだなっていうぐらい、こう昔のことって本当に全然記憶にないんですよ。あんまり覚えてることがなくって。だから、そんな、まあ、もしかしたらその時その時は濃かったかもしれないですけど、今考えてみたらそんなに濃かった多分人生ではなかったんだなと思うし、今考えたらすごいですよね、今の差といううか。ん。で、人それぞれきっかけってあると思うんですね。例えば、この IUO チャンネル見るようなちょっと変わった人たちは、ね、僕らが言ってる、ちょっとこう、魂とかね、下手すると神とかっていうものを、まあ、誤解なく受け止めてくれるんじゃないかなと思うんですけど、まず僕らっていうのは、知識を持つ必要があるわけですよね。うん。だって、いきなりそれに何か気づくなんてことはまずなくて、うん。人によっては本当にいろんなことを学ぶ上で、あ、これ、いい考えだな、これいい考えだなと。で、何をしてるかっていうと、新しく知る過程じゃないんですよ。勉強してる、まるで、初めての知識を得ていくような、そういうね、学び方をしてるつもりでいても、実は思い出すという作業をひたすらし続けてて、思い出す。そうです、そうです。だって、例えばですよ、数学だ、ね、科学だとか、そういうのっていうのは、まあ、普通に覚えることって多いじゃないですか。うん。じゃあ、そういった魂の世界とかそういうのって読んだ時ってよくお、あの思い返してほしいんだけども、すんなり入ることと全く意味のわからないことって多分大きく分かれると思うんですよ。つまり、すんなり入ることって何かっていうと知っていることなんですよ。うん。これは覚えることじゃなくて、あ、これわかるなんとなくみたいな。で、そういう本って必ずあると思うんですね。で、僕らの話もそうです。あ、その感覚わかる。それは、教科書で学ぶような、ね、式を覚えるとか、ね、そういうこととはちょっと違って、実は自分が、深いところで知ってることっていうのを、今、この現実の中で文章化されているものから、具現化していくようなね、自分の持ってる感覚を具現化していくような、そういう作業になるわけですよね。だから、例えばだけども、そういうね、ちょっとこう、スピ系の本とかを開いたときに、もう読み込もうと思っても読めないページって絶対あるんですよ。全くもってなんか意味不明みたいな。これはだから、要は知らないことなんですよ。うん、だから知らないことを知るというのはどれだけ大変か。これはある意味でいくと暗記をしていくようなのと同じぐらい大変なわけですね。もう苦痛を伴うというかね。
その割には、なんか突拍子もないこと書いてあるのに、なんかこういうのはすんなりわかるし、いつしかそれは自分の言葉から出てくるようになるわけですよ。これは何かっていうと、もともと自分の中にはあって、言葉の仕方とか、存在を忘れてるだけで、いざそのきっかけをもらえば、もうまるで昔から自分が知ってるかのように、自分のものとして発することができること。だから覚えとくみたいなことじゃないと思うんです。いつしか知ってることとしてしか持ってないみたいな。だから今の時代っていうのは面白くて、本当に幅広い学術があるじゃないですか。そういった本当に学校で学ぶようなことから、本当にある意味で言うとわけわかんないようなスピ系の話まで、本当にこの幅広い中で、人によっては、ね、より学術的なところを高めていく人もいるし、で、スピ系の、ね、知識を深めていく人もいるし、で、面白いのは、じゃあ学術だけ勉強してる人が、で、その学校の延長線上だけで終わるかってそんなことなくて、いつしか同じようなことを言い始めるんですよね。これよく言うのが、もう勉強しきって、研究しまくった科学者が、最後行き着く先は、これは神にしか成し得ない現象だみたいなことを言い始めるんです。行き切ってるじゃないですか。そうですね。その一つが量子力学とか、あれなんてだってもうまさにパラレルワールドとか言い始めるわけですよね。そう。その学びの順序としては、例えばその知っているものを思い出していく作業のものをやっぱり先に手をつけていって、なんか分かんないものはこう、なんか分かんないでこう、一回横に置いといた方が、やっぱりなんかこう進みやすいみたいなのはあるんですか？正直わかんないことっていうのは、もしかしたら根性で理解なんてできないかもしれない。だから無理に別に学ぶ必要もないんですよ。なぜ逆に言うと、そのスピ系の知識の中で自分がここまで知ってるかっていうことをどれだけの時間をかけて手に入れてるかっていう話にもなってくるので。だから、どうせこのまだわからない部分っていうのは、いつかは触れていくんですね。であれば、無理にこう、貴重な時間をそういうのに使うんではなくて、まず今わかってることを、ちゃんと現実に表せてるかっていうところに注力してほしいんですなるほど。よ。いや、今話を聞いてて思ったのが、人間関係でもやっぱり同じだなと思って、どうしても分かり合えない人たちっているじゃないですか。何なんだろう、この人、何言ってるか全然分かんないみたいな。分かり合います、あなたとみたいな形になる人、ずっとこう向き合い続けてって、平行線たどる。まあ、それはお互いじゃないですか。なそれも、まあ、ある意味こう、どこかで踏ん切りつけてというか、まあ、どっかでなんかもうストップして、ちょっと、今この関係じゃないみたいだね、みたいな。じゃあ、またどこかで会いましょうぐらいの感じにして、どっちかというと、今その自分に必要な人だったりとか、まあ、目の前にいる人たちとのこの関係性をしっかりこう向き合って作っていく中で、そこで関係性がまたこう変わって、今、あなたとはもう大丈夫ですと。もう学べるものというか、お互い吸収できるものはし終わったから、ちょっとまた次のとこ行ってきますみたいな、まあ、そういうような人間関係の作り方でも、なんかいいんだなっていうのが今、その学びの上で、なんとなく今、僕は気づいたというか、そうですね、まさに言う通りだと思います。だからこれってあらゆることで言えることで、やっぱり仕事でもよく言うじゃないですか。自分の、良い点を伸ばすのか、ね、苦手を取り組むのかってありますけど、まあ、いいとこ伸ばすのは楽ですから、まあ、当然それは力にもなるんだけど、
そんな中で結果的にはその苦手だった部分にも知らず知らず取り組んだりもするわけですよね。うん、それが先に来る人もいるかもしれない。ね、それはある意味で言うと最初の、ね、時話したようにその暗黒時代みたいな、うん、自分の良くない面を見る、克服しておきたい部分を見るみたいのもきっとそういう時間なんですよ。うん、だから決して無駄はなくて、やっぱり必要で起こってて、で、ここからのための全て糧だったっていうことも言えるわけですね。うん。なんかこう、なんかこう、どう生きるかっていうことから始まりましたけど、なんかこう、いろんな部分で共通点はやっぱり全てにあって、っていうところもなんか含めて、なんか今、な、うん、いいっすね。ちょっと、今、パッとこうまとまらなかったんですけど、いやいや、そうそうそう。で、大切なのは、この過程の中でね、必ず向き合わなきゃいけないことって最終的には出てくるんですよ。で、向き合うのが、向き合うというとみんな乗り越えるとか、真っ向勝負しなきゃいけないと思ってるんだけど、そうじゃなくて、ただ、消し去ることもできることって多いんですね。うん。課題だと思ってたことは、ただ課題じゃなくて、捨てるの忘れて持ち続けてたみたいなことがいっぱいあって、うん。今の時代っていうのは、例えば僕らの治療もそうだけど、ね、いわゆる潜在意識とかも含めて、体を調整することができますよね。これって向き合わなくてもいいよって、ちょっと間違って持ってるだけだよと。うん。で、よく見てみたら、あ、もうこれ卒業してたみたいなこともいっぱいあるから、もうそんなのとっとと、ね、なくしてしまえば、まあ、よりクリアに自分が向き合いたいことだけが目の前に残ってくるわけですよ。うん。だから多くの場合っていうのは本当に、余計なものが多すぎて、うん。前に進みづらいっていうのも事実なんですね。だから、どっかのタイミングで僕らみたいな人間に出会うことができたら、あ、お掃除していいんだねってなんかこう、うん、思ってもらって、どんどんいろんなものをね、お互いにこう共有し合いながらね、うん、お掃除できるものはしといて、じゃあ頑張ってみたいな。時間っていうのも面白いんじゃないかなというふうに思います。もうじゃあ、いらないものはどん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 手放して、ポイ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 して、いかにこう、自分の身の回りもそうだし、自分自身もそうだし、ちょっとこう、きれいなシンプルな状態にいくかというのが。今苦労してる人はそんなポイ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 いけませんけど、みたいな。多分今の謙虚の発言にはちょっとカチンとくると思うんですけど、これも。難そう。しいですね、こういうのあれが。じゃ難しいんですよ。で、そういう時期は、やっぱあるんですよ。どうしても、時間がかかることもあります。うん。そう。だから簡単にいかないよって思うこともいっぱいあると思う。僕もそう思ってたから。うん、そんな潜在意識ね、なんかしたら、じゃあ人生はそんなにスッキリするのかみたいな。あるわけねえだろって。うん、あんなスピリチュアルな人たちが綺麗事ばっかり言いやがってみたいな時期もあったわけですよ。それが今やこんなこと言ってんだから、うん、だいぶ潜ってましたからね、僕ね。どこかでね、何かのきっかけが多分皆さんあるかなとは思うので、そのきっかけにもね、ぜひ気づいてもらいやすい、もらいたいですし、気づいてもらえる、気づきやすい状態っていうのにも、なんか、なれるんだよっていうところだけでも、何か受け取っていただければ嬉しいですね。はい。はい。じゃあ、いいテーマでした。ということで、またお願いします。はい。
ね。またねー。